はい、では今日はですね、グラウンディングライフの代表であり、プロコーチとして活躍をされている、長谷川由香さんにインタビューさせていただきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。普段はコーチングをされながら、お仕事されているということで、私は、ツイッターでつながらせていただいて、で、そこから、ホームページを見て、ブログを読んで、その内容にものすごく感動して、今回インタビューさせていただくことになりました。りがはとうい。ございま す。いえいえ。ではですね、早速内容なんですけども、最初に、長谷川さんの夢やビジョン、今お持ちの夢やビジョンを教えていただけますか？ありがとうございます。そうですね、夢やビジョンで言うと、私は人生の目的という言葉をちょっと一つ人生の中に置いているんですが、自分自身が人生を何のために使うかっていうと、その人の中にある光も闇も全て照らして、命の熱をつなげて生きるっていう、これをやっていきたいなっていうふうに思ってるんですよね。ほう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 。その先にどういう世界が広がっていくのかまだわからないんですけれども、とにかく光だけとか日向だけではない何かっていうか、影もあるし闇もあるし、そういったもの全部含めて、ちょっとそれをぜひお見せいただきたいなっていうような、そういうことをどんどん人生の中でやりたいなっていうのがビジョンとしてはあります。そうすることで、何でしょうね、その方、私もそうなんですが、その方が100%生きるっていうことを体感するんじゃないかなっていうのがあってですね、自分の人生を何か良い側面だけ見せていくとか、良い側面だけ表現していくじゃなくて、そうじゃない部分も含めて自分だっていうふうに表現して生きていけると、可動域が広がる感じがあるんですよね。それが人生を100%生きるっていうことなんじゃないかなっていうふうに思っていて、それをやっていきたいなっていうのが、ありますね。早速、行きたいなと思って。なるほど。まあそうですね。なんかいいところばっかりとか、ね、光のところばっかりだけでは、なんかやっぱり自分の半分しか出せてないような、生きて、ような、そんな感覚に確かになるかもしれないなと思うので、そうです100%ね。生きるっていうのはすごいいい、素敵な表現ですね。ありがとうございます。子供の時、出身が鹿児島で、小さい頃から桜島という活火山をね、見て育っていたんですが、表面はすごく静けさに満ちている山だとしても、その奥にはすごくゴーゴーと流れるマグマがあるっていうのを感じ取って生きてきたっていうのがすごく大きかったんじゃないかなと思っていて、この表面のこれだけじゃどうやらなさそうだなっていうのを感じてきたような気がするんですよね。それが人生も一緒じゃないかなというふうに思っていて、そのことについてもっともっと探求したいっていうのがありますね。素晴らしいですね。なんか幼少期の そういった環境も影響して、なんか今影響してるんだなというのが、ありがとうございます。そしたらそんな、夢に向かって、今、なんか目標だったり、計画していることっていうのがあれば、聞かせていただけますか？そうですね、目標としていることだったり、同時にね、もう今スタートしていることでもあるような感じもあるんですが、一つは、そのことをね、コーチとしてクライアントさんと一緒にクライアントさんの人生を深めていくっていうことを一つはやっています。で、プロコーチとしての活動が8年目に入るんですが、で、約1000時間ぐらいはコーチングをこれまでしてきているんですけれども、もっともっとたくさんの方にそれを届けたいなっていうふうに思いますし、それをこの世界の中で今こそやる時なんじゃないかなっていうような、そんなところが
イメージとしてはあるところですね、計画として。今こそっていうのはどういったところでこう思われてるんですか？そうですね、これ本当にたくさんの方がもうおっしゃってらっしゃることでもあるんですが、特に去年2020年にコロナが起きた時に、もういよいよ外側に答えがないというか、誰も答えを示すことができないっていうことを目の当たりにしたなっていうふうに感じていて、そんな時こそ自分に聞くっていうことを、これは本当にやった方がいいなっていうふうに感じてるんですよね。で、自分が答えを持ってるかわからないんですけれども、自分に聞いてあげるっていうことをもっとやってもいいかなと思ってます。私はどう思ってるの今って、それは自分自身にも聞くし、コーチとしてはクライアント様にもお聞きすると、本当はどう思ってますかっていうふうに、でそこから始まる何かがあるなっていうふうに思うので、それをこう本当にたくさんやりたいですね。なるほど。そうですね。自分に聞くって、なかなかしないですよね。普通に生きてきたら。やっそうぱでり、すよね。外側にね、答えをどうしても求めてしまうっていうのはあるなと思うので。これまではこう自分が聞かれるってことあったような気がするんですが、どこかこう問い詰められるっていうか、あなたどうなのっていうふうに問い詰められるようなインパクトを受けてきたような気がするんですけれども、私がイメージしているのは、問い詰められるとは問い詰めるというような感覚よりも、本当は知ってるはずっていうところからお聞きするっていうのをやりたいですね。すごいですね。なかなか難しいですよね。だってやっぱりこう聞かれると、はってなっちゃうと思うので、そこをちゃんとこう、自分の聞くだけでは難しいんですけど、相手のそこを聞かせてあげるっていうのができるっていうのは、いやー、なかなかできないのですごいなと。そうですよね。いや、本当にただ面白いんですよ、お聞きするのが。これはコーチの仕事の面白さの一つなんですけど、こんなエコな仕事ないなというふうに思ってて、何かこう用意するとか、なんかお伝えしなきゃならないとかっていうよりも、ただ聞くと。そうすると何かおっしゃるんですよね、クライアントさんは。で、それ何ってもう一回聞くみたいな。そうやってる間にクライアントさんが勝手に何か発見して帰っていくっていう、なんてエコな 仕組みだろうって。なるほど。で、これ8年間やってきて、本当にとっても楽しくて夢中になっていることなので、これからもやっていきたいなっていうふうに思ってますね。素敵です。はい。ありがとうございます。では続いての質問なんですが、そうやって、そんな風にして、夢を持ち、今のお仕事楽しんで、されているということなんですが、その中で、こう、日々、毎日の、こう、行動というか、日々、こう、こんなことを蓄積してるっていうようなことがあれば、教えていただきたいんですが。ありがとうございます。一つ、そのコーチとしてクライアントさんに対峙するというか、クライアントさんと向き合うということだったりとか、あとはコーチを育てるという意味で、コーチになりたいという方にコーチングをお伝えするというようなお仕事も今、CTI ジャパンというところでしています。で、それとはちょっと別で、その2020年から始めたのが、今回インタビューのきっかけともなったと思うんですけれども、一日一問っていう問いをブログだったりツイッターでつぶやくっていう、これをやるようにしてるんですよね。これは毎日今、本当に短い問いなんですが、お届けするようにしています。例えばどんな問いを投げかけているんですか？ですね、例えば今日の問いは、私の心はどんな時に穏やかになるかですね。どんな時に自分は穏やかさを自分に感じるのかっていうところに何かあるんじゃないかなって思っていて、これもちろん私自身がコーチングを学ぶ中で、
たくさんの素晴らしい問いと、まあ、出会ってきたっていうものの蓄積もあるんですが、本当に日常の中で浮かんだ問いを出すこともあります。昨日ちょっとこう家の中で少しこうトラブルっていうか、家具が壊れるっていうトラブルがあったんですけれども、それこう乗り越えた時に、なんかすごい今すごい大変だったのにいい気持ちになってるなっていうことにちょっと気がついた出来事があって、それはその家具を壊したっていうことを自分がちょっと素直に謝った時に感じた感覚なんですよね。ああ悪いことしちゃったなと思った時に、ごめんなさいっていうふうに言えたなって、これなんか気持ちいい感じだなっていう時に、私はこういう時に穏やかさを感じるんだなと。だとしたら皆さんのそれは何ですかっていうような、ただただこう問いをこう投げてみるっていうような、なんかそういう意図でやってますね。ああ、なるほど。ご自身に対する問いも、そのじゃあ、あなたにとってはどうですかっていう形で、そうなんですそうですよ。ね。その発信によって、その問いを自分に向けてくれる人が、確かに、いるかもしれないですそうですね。私よコーね。チングに出会った時、まあ、10年ぐらい前なんですけど、私自身は自分のことを結構ないがしろにして生きてきたなと思ってたんですよね、その時。自分の気持ちを聞いてあげるってことはほとんどなかったし、誰かが設定してくれたルールだったり目標を一生懸命やるってことだけを課してるような感じだったんですよね。なんですがコーチングに出会って、聞いてあげたらよかったんだっていうふうにすごく思ったことが何度もあって、私は知ってたんだずっと、とでも知らないふりをしてたなっていうような、でこの感覚は、まあ、生きていく上でとっても大事だなって思うようになって、問いっていうのはそんな大それたものではなくて、ただただあなたはどう思いますかと、あなたは本当は何か感じてるかもしれないっていうふうに、そんなふうにご自身のことをちょっと大切に扱ってあげるとするなら、どんな言葉が今ありますかっていうふうにお聞きしているっていう、そんな感じなんですよね。それがやっぱりその今おっしゃっていたような、自分って本当は知ってたんだっていうことが、その今の夢にもつながっていらっしゃるんですかね、今の活動とかビジョンにも。そうですね、命の熱をつなげるっていうふうに書いてるんですが、とても個人的な体験なんですけど、私自身が5歳かな、子供時代に弟を亡くしてるんですよね。でその後自分自身も出産をした時に流産で一人子供を失っていて、もう生きているってことがすでに奇跡だっていうのは本当よく分かったというか、生まれないっていうことが起きるんだなっていうことをすごくこう体験させてもらった時に、なんかそんなにめちゃくちゃ頑張らなくてもいいから、ただ聞いてあげてくださいと自分に。そうすると生きているっていう実感って湧いてくるかもしれないと。そうやって命の熱がまた少しずつ上がってきて、なんかやろうっていう気持ちになればそれで嬉しいし、私は大事な存在だなって思ってくれたらいいなっていう、なんかそこがつながっていく感じですね。自分に問いかけると、自分がこう、自分がちゃんと自分を認識して命の熱に気づいて、こう一人また一人とこう立ち上がっていくって、そんなシーンを見ることができたら、ね、亡くなってしまった方にも何ていうか恩送りができるかなっていうような、そんな気持ちがあります。なるほど。そういったなんかこう、死との向き合いというか、弟さんを亡くされたりとか、ご自身が流産の経験とか、やっぱりそこがすごくきっかけになって、そうですね、それは命とっのても熱大きといなう。きっかけになりましたね。その時に、だからそうですよね、生きてることが奇跡。だからそのことに、こう、本当に気づいていって、その熱をもっと燃やしていってほしいと。そうなんですよ。それだけでいいんですよっていうような感じですね。なるほど。
そしたら、じゃあ、その今のコーチングのお仕事をする前から、こう、今のような夢とかビジョンをお持ちだったということなんですか？まあ、それが意外にそうではなくて、やっぱりコーチングに出会ったり、本当プロコーチとして活動するまではやっぱり何か目標達成とか速いスピードでゴールを達成するっていうのに夢中になっていた自分もいたと思うんですよね。で、それをもちろん否定もしないんですけれども、それだけではちょっと疲れる自分をうっすら感じていた時にコーチングに出会って、あ、なんかもっと今生きてるってことをちゃんと味わうってことをやりたいなって思ったのがちょうど30代前半ぐらいでしたね。まあ、その時に流産を経験して、まあ、その時にね、何でしょう、流産したこと自体悲しかったけれども、これは何か、もしかしたら何かをする時間ができたっていうふうな捉え方もできるなってふと思って、だとしたら自分が本当にやりたいことをやろうと、それがプロコーチの道だったりコーチングをお伝えするっていうことだっていうふうにぐっとそこで舵を切った感じでした。なるほど。このなんか、まあ今から、その時がかなり大きなきっかけだったんじゃないかなと思うんですけど、それに至った背景をちょっとお聞きしたいなと思って、そうですね、例えばそういうことが起きた時に、そうやって舵を切れるかどうかっていうのは、やっぱり長谷川さんだからこそ、そこでこう、捉え直して舵を切って今の道に進むことができたと思うんですけど、ご自身でなんでそこで、そういうふうに捉えることができたと思われますか？どうしてですかね。まあ、一つ自分に向き合った時に、自分にあと何年っていう時間があるかなんてわからないだったら、本当にやりたいことをやろうっていうふうに素直に許可してあげられたっていうのが一つありますね。それやっぱりもうちょっと今の仕事頑張るべきじゃないとか、入った会社で最後まで勤めるべきじゃないみたいな、なんかそういうべき論で自分を縛っていたところから、いや、もう私がやると決めたっていうふうに許可をするっていうのが一つなんか大きかったような気がするんですが、まあそれはまあ私自身の内側で起きたことなんですけれども、そういう時にやっぱりコーチの仲間とこうね、支え合ったりとか、自分自身もクライアントとしてコーチがいたので、そういう方にボンと背中を押していただいたっていうのもありますね。今振り返ってみると、たった一人で決めたっていうよりは、周りにもこう自分のその宣言を聞いてもらって、背中を押してもらったってことをやっていたなっていうふうに、はい、今気がつきましたね。そうですか。素晴らしいですね。そういった関係性があって、まあ、そこを乗り越えていけたということもあるということですね。そうですね。ありがとうございます。そしたらちょっとこの辺で、はい。池松さんとか、内丸さんから何か質問とかあります？聞いてみたいこと。大丈夫ですか？ はい、大丈夫そうですね。ありがとうございます。では、最後にですね、このインタビューを聞いてくださっている方に一言、長谷川さんの方から何かメッセージをいただけたらと思います。そうですね。そう言われるとなかなか今頭が真っ白になりましたが、いや、聞いていただいて本当に嬉しいなと思ってます。そうだな、一日一問っていうのは、必死に答えを出そうっていうことを頑張らなくて本当によくて、自分にちゃんと聞いてあげる、しっかり立ち止まって、自分の存在をちゃんとこう感じてあげるっていうことが大事だなっていうふうに思っています。で、そうすることで、特にもうこの、ね、2021年明けてもまだまだいろんなことが収まらない中で、混乱していたり困惑している自分っていうのもちゃんと受け取った上で、
ここからこの世界をどう生きていくのかっていう、なんかそこに是非しっかり向き合っていくっていうのをおすすめしたいなと、もし私もそういうふうにしていきたいなっていうふうに思っています。で、どこかでつながり合えることがあればとっても嬉しいです。はい、素敵なメッセージありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は長谷川由香さんに、インタビューさせていただきました。では、以上で終了します。ありがとうございました。ありがとうございました。